河北の大地に無数の軍勢が集結しつつあった。片や中国北部を手中に収め絶大なる勢力を誇る袁紹、対するはわずかの間にその勢力を急成長させた曹操。中原の覇権をかけた両雄の激突がここに始まったのである。圧倒的な兵力で突き進む袁紹軍に対し、曹操軍は数々の新兵器や奇策を持って立ち向かう。力と知恵のぶつかり合いが河北に烈風を巻き起こしていた。